2017シーズン第10節となります FC 岐阜対ゼーゲン金沢の一戦を長良競技場からお送りしてまいります。そうです、またここは右のスペースを使っていきます、はい、ワンタッチのクロス、杉浦のヘディング、いや今のもすごい迫力ですよね。そうですね、どうですか、本当にボール持ってからやはり縦のこの攻撃の速さ、この推進力、ここまでもやはりパスの数というのは岐阜が圧倒的なパスの数、ボール支配率も岐阜が多くボールを支配しているという感じですが、さあここは遠目から中に入っていきますが、キーパーちょっと足が止まってますね岐阜はね。はい、そしてさらにクロスへ行ってヘディング、全部フリーですからね。そうですね、フリーで最後は10番の中身です、はい、守りが長いボール、ここは大本が走っていきます。大本追いついた、一旦ボールを止めて中にボールを入れていく、ここはこういうのなんですよ ね、 はい、そうですね、本当にエアポケット入ったようにずっと攻めてたのに、こういったシーンでピンチで失点するっていうのは何度も見てきてるんで、はい、ね、さあ宮崎スペース追いついた宮崎、ここはシュートに行く、左足のシュート、しかしここは枠の外です、枠の上でした。ビッグチャンスでしたね。そうですね、庄司、はい、が直接になっていった、さあポストに当たって、さあここは押し込んでいく、最後はヘニケが押し込んでいったが先制した FC 岐阜、セットプレー、 FC 岐阜先制しました。手元の時計38分、 FC 岐阜先制です。でも体がもったいないですね。そうですね、さあ高い位置で古橋、中に切り込んでシュート、強烈なシュートを打ってきますが、枠のここが上です、ゴールキックになります。切り返しからのね、はい、振りの速さ素晴らしかったですね。そうですね、1点追いかける金沢、ここが直線になっていったか、キーパーここはどうですかね、今のはね、はい、ここつきましたかね。こちらのシーンです、宮崎の左足のキック、はい、これは直接狙ってきましたかね。中身の右足狙っていきますが、ここは枠は捉えられない。スピードを生かした今日もさ、こちらのシーンであります、枠の上、中身も非常に強烈なキックを持っていますが、そして長い笛です。1対0 FC 岐阜、1点を守り切りました。これで FC 岐阜5試合負けなし、そして2連勝ということになりました。